奉仕は石川県小松市淡津温泉にある旅館。718年創業。淡津温泉の開け湯と同時に、白山海藻の隊長の命によって、当時場として718年に開業し、奉仕の名をいただいた。現在は株式会社、前五郎が運営する。2017年現在の当主は46代目。なお、奉仕と同時期に創業した旅館として、 慶雲館や千年の湯フルマンが知られている。ギネス世界記録に世界で最も歴史のある旅館として登録されたが、2011年2月にその座を前述した平家湯705年の慶雲館に奪われた。1987年に加盟したエノキアン協会で、加盟の企業内で最古の歴史を有している。2016年11月29日に、 玄関棟並びに円明閣が登録有形文化財として登録を受けた。2017年5月に経営難から有限会社、前五郎から会社分割によって株式会社、前五郎へ事業場といった。2020年1月28日元運営法人の株式会社 Z が特別生産開始命令を受ける。AB4C の歴史、アダルト・アダプションス。 キーピングジャパンズファミリーファームズアライブブビシ、19、セプテンバー2012100年長の長寿企業2万1000社、最高齢は1431歳の混合組、産経新聞2009年8月12日1300年以上、山梨の旅館、世界一古いギネス認定朝日新聞2011年5月26日、文化遺産オンライン奉仕玄関胸文化、 遺産オンライン防止援明確帝国データバンク、帝国データバンク倒産、同行速報記事。ありがとうございます。